朝おはよう。あ、ケンちゃんおはよう。早く朝ごはん食べちゃいなさい。うん。ほら。ん？お弁当の分がなくなっちゃうじゃない。母さんの唐揚げ最高。もう、早く朝ごはん食べなさい。もう。僕が幼い時、父さんは病気で亡くなった。それからずっと母さんが僕のことを今まで育ててくれた。課題やった？課題今やったよ。あれやったよ。やったやった。母さん、ごちそうさま。ありがとう。ねえ、ケンイチ。何？お母さんね、鈴木さんと結婚するんでしょ。いいじゃん。ケンイチ。ほら、母さんも今まで一人で頑張ってきたし、鈴木さんもほら、生きたそうだし。勉強ずっと焦って抜かれてもらってたからって。ああそうかもな。やっぱこの飯食べてさ、意味出そうぜ。みんなでさパーティーしようぜ。しばらくして母さんは再婚した。僕と母さんは再婚相手の家で暮らすことになった。今日はケンイチが大好きな唐揚げよ。ケンイチ君唐揚げが大好きなんだ。一番大好きなんだよね。別にそんなんじゃない。一個食べていいかな。もちろんどうぞ、じゃあいただきます。これでいいかな。あ、美味しそうだ。どう？本当だ、美味しいよ。よかった、ちょっと味が濃かったかなと思うんだけど大丈夫かな。いやもうちょうどいい。もうほんとすごく美味しいよ。幸せそうな母さん。あの人のことを本当に好きなんだろうな。いっぱい食べてね。ほら、ケンイチ食べなさい。いただきます。どう？美味しい？美味しい。よかった。いっぱい食べてね。そっか、食べきっちゃうかもしれないね。大丈夫、いっぱい仕込みしてあるから。あ、じゃあ俺が母さんに嫉妬？たくさん食べちゃう。まさか。ねえ、こっち来て一緒に食べようよ。
あ、ケンシ君おはよう。おはようございます。今日日直だからさ、早く行かないと。それなら早く行きなさいよ。とにかくもう行くから。あ、そうだケンシ君、だったらケンシ君一緒に駅まで行かないか。使う駅一緒だろ。あ、今日はあの友達と約束してるんで大丈夫です。あ、すいません。あ、そっか。いってらっしゃい。一緒にいた時は何も意識していなかったのに、どうしてだろう。今急に湧いてくる母さんへの思いがもう止められなくなっている。あれ、まだいたの。早く手洗ってきなさい。ただいま。桃子。あ、おかえりなさい。どうしたんだ、ぼーっとして。ちょっと考え事をしてただけ。そっか。あ、今すぐご飯準備するから待ってて。うん、ありがとう。自分が一番分かっている。こんなことをしても何も変わらないって。時間だけは進んでいる。僕だけがいない世界。ちゃんと考えてなかった。結婚を賛成してくれたからお母さんちょっと浮かれてたかもしれない。じゃあさ、また二人で暮らそうよ、昔みたいに。そんなことできないわ。時間がかかっても三人で仲良く暮らせるようにしましょう。
そろそろ行くよ。昨日はごめんね。私の方が先に寝ちゃっててごめんね。大丈夫だよ、今日は早く帰れそうだから。あれ、ケンイチ君は？そろそろ学校行かないとまずいんじゃないか？ちょっと具合が悪いみたい。気を流れるから。そっか、それならよかった、うん、慣れない生活が続いて引きこもりになっちゃったら大変だもんな。そうね、でもケンイチは大丈夫だから。うん、じゃあ行くね。玄関まで送るね。いいよ、食器そのままにしちゃったから。あ、うん、分かった、行ってらっしゃい、うん、連れてきた子供がさ、引きこもりになったら困るよね。俺なんてそんな程度の存在なんでしょ。母さん、あいつも。そんなことないって。つえさん、お前来てない間数学めっちゃ進んだからな。マジで？ちょっとノート見せて後で。いいよ、後で。ごめん、まあ、理解しないけどな、俺ら。理解しないけど、一緒だけど。ごめんごめん。二人のところから離れて半年、なんとか見つけた宿付きのバイト。生活でさ、俺邪魔なのかなって思って。ほら、もう働いていい年齢だし、いつまでも甘えてちゃダメだと思って。そんなことないわよ。大丈夫、俺は大丈夫だから。二人で幸せになって、うん、そんなこと言わないで。幸せになんかなれないわ。ケンイチが一緒じゃなきゃ
幸せになんか